お前、お前の正直だっ、ああお前意外そうな、はあ、なぜ誰だって特にはあり、まあどんなツール、いやでもじゃ答えろジェネシ、何、俺はずっとフルダイブ経験 VR、 そして食、それにお前の、そうか、ようやくな、え誰だ、彼女はこのオリジンの開発協力者、なん今アミス、俺を、終わらせてやる、消えるのはてめえの方だ。デジタル前のよジェネ、じゃあ消えろ！
なんでてめえの方が。お前に
黒の剣士は似合わない。心配させちゃ。いいえ。そうだ、あの子。彼を倒した後、奥へ向。奥に行ってみよう。はい。そこにもう一人の。あの人何も持たない私を連れ出し、そしてティア、いつも NPC のことをモブと言い続けていたジェネシスが。しかし人々は彼を否定し、それは初めての人を失った。やはりあの人の存在が私たちを傷つける。私たちを拒絶する世界なんて、私たちを拒絶する人々なんて。さあ一緒に。いいえ、プレミオ、私はなぜこの世界が、人は人を受け入れることなんてしない。人が存在、私やあなたの都合でこの世界の人たちを消して、それに私はみんなが持っている。どうして人間たちを守らなければいけない。人がこの世界に来なければ。いいえ、受け入れてくれ。そんな人間はお互い分かり合えたかもしれないのに、彼はその拒絶し続けた人間と分かり合おうとするものか。一緒に祈らないというのなら、私一人ででも。6つの成績があの子の。この世界に人が、人なんかが存在するから汚れていくんだ。まさか一人で起こすつもりなのか。大地切断を。転移したのか。お待たせ。ああ、ここに来るまでに町のいろんなところ。そりゃそうよね。プレイヤーたちはオリジンのサプライズイベント。まったくのんきなものよね。ま、それで崩壊したフィールド、残念だけど、アルゴさんが走り回ってくれているおかげで、この本来だけど、今回起きた第一切断は中途半端な。巻き込まれた町にいた NPC たち、この世界の NPC は、この状況、まさかとっくに。ですけど運営からはな、現状に問題なしってことかしら。俺もそう思ったんだけど、もしかしたらベータテストの。最悪ありえる。もう一人の女神の子が祈りを捧げちゃった。ジェネシスのやつ。そうや、あいつを倒したとしても死に戻りしてまた襲ってくるかもしれ。いや、ジェ決着ってのあいつが並外れた強さを誇っていたのは、そしてそれはチートでよく知られるデータ改ざんとは。その話をセブンから各所に回してもらって、すぐに逮捕される。逮捕？デスゲーム以来 VR マシンへの改造はかなり厳しく取り。第二の火薬場になられたら。じゃあこれでプけど、実際ジェネシスの施実そうしたこともあって、警察の方でも。まったく、その技術をなんでいいことに。そういう
他にもゲーム内を荒らして楽しむっていうやつもいるけど、ジェネシスは強くあることに体がおかしくなってるってのに、デジタルドラッグを使い続けたくらいだもんな。そんな危険なことをしてまで、もう一人の女神、ひょっとするとジェネシスもゲームで誰よりもそうした気も。そっか、ジェネシス自らこの世界の AI 化さ、ジェネシスやそれを取り、彼女が世界の崩壊を願ったのはパパ、ジェネシス、あの二人の関係は彼女を道具としてではなく、だからジェネシスの意志をこんなにも強く受けてしまったの。ああ、ねえ、そういえば今日はまだ見てないの。変だ、気になるわね俺だったら。わかった、アインクラッドが、ああ